い、すいません、長らくお待たせしました、はい、続いては8番目の方ですね。皆様大きな拍手お願いします。藤田優吾って言います。今日は僕大好きな曲を2曲カバーでやりに来ました。よろしくお願いします。まず1曲目がニコタッチウォールズさんっていうバンドの、手を叩けという曲なんですけど、アップテンポで割と元気な曲なので、皆さん題名通り手を叩いていただけるととても僕が喜びます。お願いします。
すいませんでした。で、次の曲なんですけど、一人目の演者さんのザッキーさんがやってた福笑いという曲を僕もやらせていただこうかなと思って、同じ曲を2回も聴かせてもいただいて聴いていただいてすいませんでした。はい、やります。ちょっと置いといてもらえますか。きっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う。子供だとか大人にかかわらず、男だとか女だとかじゃなく、あなたが今楽しんでいるのか、幸せだと胸張って言えるのか、それだけがこの世界の全てで、隣でこの歌歌う僕の全て。手拍子ありがとうございます。疑う人で溢れ、どこで誰が泣いていても気に留める人もいない。どれを切り取って人間らしさって呼べるかわからないけど、誰かの笑顔につられるようにこっちまで笑顔が映る魔法のように、理屈ではないところで僕ら通じ合える力を持ってるはず。あなたは今笑っていますか。強がりじゃなく心の底から憎しみが入る隙もないくらい笑い声が響く世界ならいいのに。本能のこの姿形ありのままじゃダメだと誰かが言う。それにしたって笑顔は誰もありのままにゃかなわない。きっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う。笑う後に訪れる何かを愚直に信じて生きていいと思う。誰かの笑顔につられるようにこっちまで笑顔が映る魔法のように、理屈ではないところで僕ら通じ合える力を持ってるはず。あなたがいつも笑えていますように、心から幸せでありますように。それだけがこの世界の全てで、どこかで同じように願う人の全て。
ございました。ありがとう、ありがとうございました。もうちょっと大きな拍手お願いします。では次ですね、残すと3組となりました。9番目の方準備お願いします。